2018年の抱負、はい、本日は大石先生ありがとうございます。昨日は長谷川さんのね、はい、今年の抱負、はい、新生荒木ね、新生荒木というね、新生というお言葉をいただきまして、はい、私今年どうするかというのを、はい、書き初め風に お願いします、はい、ババンとね、はい、ような書き方してますけど、出ました。これは暗号ですかね、これどう読むんでしょうか。まあ、縦には、まあ、普通漢字って縦書きですから、はい、縦は人皆まっすぐ行くと直行すっていうふうに読むんですよ。お、要するに世間の人々はみんなまっすぐ正しく生きてるわけです、直行してるわけ、うんうん、でこれは右から左に読みます。これはね、なんだろう、アルファベットが入ってきてから横書きって左から右ってみんな思っちゃいましたけど、うん、漢字って本来縦に書くわけですよ、うん、で便箋とかほら開業って右から左じゃないですか、はい、でその1行がたまたま一文字だったと思うとこうなるわけなんですよ。昔のそう、昔のってだからこうなってて右から左に書くでしょ、日本ってね。あれたまたまだから1行が一文字でこういうふうに対応してってるって感覚。そういうことなんだ。でね、こちらはだから人はみんなまっすぐ生きてるけど、うん、俺一人だけ横行するぞっていうふうに言ってるわけでね、横に行くぞと、まっすぐに対して横に直角に曲がってるわけね、うん、でそれがまだこういうふうに縦と横になってるわけなんですけど、要するに人様のやることと同じことはしないぞっていう話なわけです。へえ。この方向はまっすぐ行くに対して横に行くっていう言葉と、あと世の中でこうほら好き勝手やるのを横行するって言うじゃないですか、はいはいはい、その横行が引っかかってまして、私は世間の人とは違う方向に一人で行くぞという、内容なわけです。あ、それが2018年生の抱負。これ本来はね、人真似はするなみたいな意味でよく使われるんですよ。みんながまっすぐ行くからといってお前一人、横行ってもいいんだよみたいな感じで、うん、自分の独自のものを作り出しなさいみたいなことでよく使われる言葉なんですけどもね。なんて読むんですか。我一人横行す、我一人横行す、うん、人皆直行す、我一人横行すと。へえ、なんかいい言葉ですね。そうなんですよ。要するに後追いでというかみんなと一緒でね、それで安心しちゃダメで、一人だけ全然違う方向向いていったっていいんだよって、いい言葉でしょ。うん、いや、いい言葉だな。大好きなんですよ。今年はまた特にもう世間の人とあえて違う道を行こうと。占い業界の中で、はい、まあ元々結構異端的なんですね、私占い業界の中で。そうなんですか。異端児なんですが、もっと異端でもっと違うことやろう。いや、僕ちょっとお聞きしていいですか。はい。占い界って占い協会みたいなのはないんですか。いや、一応ね、あれ、もちろん国とかその認めたようなものではなくって、私の組織ではあるけど結構有力な団体っていくつかあるんですよ。へえ、そうなんだ。あ、でも何て言うんだろう、そのギルドというかその職業の組合みたいな感覚なんで、別にそこ入らなきゃいけないわけでもないので、うんうん、まあ、そういうのがこういろいろねあって、もちろん入ってる方もいるし、うん、で僕はどこの会ともまあ関係ないんですよね、うん、医療界なので、そうなんです。まあだから横行してきたんですけどもますますそれに拍車かけて今年はですね、いや、もうだからね、こうなると、まあ、確かにかっこいいというか、まあそうだよな、自分一人でみたいな思うけど、だけどやっぱりその大変さはまあ並々ならぬというか、まあ、そうですね、みんなと一緒にいた方が、うん、同じ方向を見てた方が楽なんですし、うん、安全なんですけどもね、うん、まあもともとそういうこともできない将軍なので今年は特にことさらこれ以降横行しようというふうに思っております。もう好き勝手にじゃないですけど、いや、もう本当本当もうそれを考えていてね。先生、別にその協調性がないわけではないですよねいや、多分世間ではそう言われてると思いますけどもね。本当ですか。そうですね、協調性あるかな俺。いや、僕なんて普通にだってその別にね、全然人見知りとかじゃなくて社交的だから、人と仲良くしたりとかね、全然それに合わせてできる、ね、人かなって思ったりとかするけど、その前提としての多分人の好き嫌いが激しいんですよ。だから普通以上で好きぐらいのレベルだったらみんなこう仲良くするんだけど、多分ね、最初で印象悪いとね、もうひどいやつですよ俺人として扱いませんから嫌いなやつはあ、そうなんだ。結構それで私恨みいっぱい買ってますんでそうなんです、そうなんです。だからね、まあそれはいいんだけれどもね、まあ要は
あえて違う道行くぞという宣言だというふうに考えていただいてですね。あ、ちょっと俺はねもう先生から目が離せませんよ2010何をするかちょっと怖さもありますから僕。そうですよね、はい、いやいやいや怖いですよ。だからあのきっとニュースに流れた時には長谷川さんいつかやると思ってましたって言ってくださいねそれだけは先生やめてください、ね、お願いしますはい、ということで、はい、私は今年応募したいと思います。はい、ありがとうございました、はい、2018年もよろしくお願いします。